こっちに背中向けてみろよ。ここか。白い点はエレキ板だ。ガンはあんなにくっきり映らない。そうなの？病院のカルテも調べたが病気は見つかっていない。じゃあなんで入院なんだよ。脈拍と血圧があんな異常な数字じゃ、アイスわけにはいかないさ。それだけ俺知らないの？ ちんちん。だ、女の匂いだ。うわ、すげえ。女の部屋だ、女の。今日から二人で一週間、若い弟と女が一つ屋根の下に寝泊まりするんだよ。そして夜な夜な愛のお弁当会よ。ちゃんと一問ずつ解いてくださいね。 解いてる解いてる。いい車一つで。ああ、ダメよ。まずは地理から解かないと。ああ、この秩父盆地め、秩父盆地。そこは南アルプスよ。わお、こっちは北アルプス。お、ホッサマグラーだ。熱帯雨林だ。なんていう勉強会がよ。あの、熱帯雨林って。こうか。これでいいのか。 甘い。まだ全部書いてないじゃない。みんな司法一位知らないの？え？ここもか？そうそう。バッチシー。危うくチンなしティーチャー鬼塚になるところだった。すみません。もう少し静かにしていただけますか？鬼塚先生。あ。ああ、いや、その。 時間があるわ。だから元気出してね。肌焼いちゃったんですよ。ガングロなんですよ、ガングロ。
大丈夫よ。だからね、落ち着いて。あ、私にいい考えがあるの。遅いですね、冬月先生。もうとっくに集合時間過ぎてるのに。まったくこれだから最近の若者は。チーズ、おはようっす。あれ、冬月先生まだっすか。ええ。女は大変なんすよね。出かける前は服だ、化粧だ、なんだかな。バカモン、教師がそんなチャラついた気持ちでどうするんだ。冬月先生連れてきました。来た来た。困りますよ、冬月先生。早く自分のクラスのバスに乗っ…あ、何か…あいつも欲しいけど…鬼塚君…